石神チャンネル、俳優の石神亮です。東京都の広辞苑駅に来てます。今日はここから一人旅ではなく、お城のジオラマ作り体験をしたいと思います。行ってきます。先生、軽く自己紹介、はい、そうですね、まあ、お城を中心にジオラマだとか模型を作ってやってます。木部先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、諏訪原城のジオラマを作ろうと思うんですけど、で僕も今日 T シャツ着てるんですけど、はい、はい、徳川家康公ゆかりの来年どうする家康でね、はいはい、注目されると思うんですけど、こんな感じの、まあこれがまあ想像図ですよね。そうですね、当時こんな感じだったんじゃないかということでございます。でも実際戦国期の城っていうのはこんな感じだったんですよね。本当の感じだと思います。山を、天然の山をこう削って掘ったりとかして、うん、そこにお屋敷を建てたりとかして、そうそうそう、そんな城、典型的なお城ですよね、諏訪原城っていうのは、うん、で戦国期の、あとは、はいはい、やっぱり武田の、はいはい、これですね、そう、馬出しね、丸馬出し、これですね、ニョキッとこう出てる、ここにこう大馬さん馬を出すと、兵をね、ここ貯めといて、はい、敵が来るのを迎え撃つと。ここは典型的な武田のね、意向の。そうですよね。こういう丸馬だし。まあ、通称三日月堀なんて言い方もしますよね。はい。はい、戦国期のお城の、まあ特に武田の色が強く出てるお城ですけども。全部を当然作れれば、越したことはないんだけど、時間の限りと、あとは置くスペースの問題があるじゃないですか。とんでもない大きさになりますよね。限られた範囲の中で、じゃあどうして諏訪原城の特徴を出すか。そこですよ。うん、パッと見山城って、普通の人から見たらどれも似たようなもんですからね。うん、見た目、山じゃんってなっちゃいます。うん、どうすればいいんですかね、今回、諏訪原城。だから、例えばね、使うのが、このケース使うんですか。はいはい、いいですか、ちょっと持ってきて。おー、はい。このケースの中に諏訪原城を作っちゃおうっていう発想なの。なるほど、うん、このぐらいの中で、はい、どう落とし込むか、自分のイメージを。いや、これはね、緊張しますよね。こんな感じかな。イメージ固まってきた。書いてるうちにイメージ固まってきますね、これね。不思議なもので。ここに対して土台を作ってから、うん、おぉ、どこの高さ。あ、いいですね、うん、汚れ防止なんですね、マスキングテープ、うん、ボンドとかね、塗料ついてから汚くなっちゃうから、マスキングテープを貼りました。今度はこれをイメージして、これを切っていくんですよ。プラモデルってもうガイドがあるじゃないですか、うん、だけどこれもあれのゼロから作っていくんですね、こうやって。あとはね、ガイドから外れた自由はあるんですよ。なるほど。この堀をね、例えばこれで、うんうん、諏訪原城を想像してね、いやこれ、うん、実際お城見てこないとこれきつくないですか、作るの。いや、同じだよ、同じ見ないとできないとか、ええ、現地調査しなくちゃいけないって言って、現地調査で入れないじゃないですか。入れない。後ろ向かけなんか。そうです。見える場所っていうのはもう決まってるし、粛々通りちゃんと作らなくちゃいけないって言うんだったら現地見に行くけど、何でもできるんだよね。やろうと思えば。自由ですね。自由なんですよ。楽しいですね。うん、極端にはね、名残図なくても作れますよ。地形が今そうなってくる。違うとか言う人がいても、じゃあどう違うかね、画像かなんかないですかって言うと、画像ないですよ、うん、文献しかないから、うん、あくまでも想像復元の位置は出ない、うん、誰同じで同じようなことをやって同じように作るんです。だから変わんないんですよ。
だけど全然知らない人が見てもあ、多分僕の作品がやねってことは、あの作品に顔が出て、俳優さんと同じで、ええ、映画じゃなくて俳優さんの顔がもう、うん、それが個性になってるかな、うん、なるほど、うん、おー、ぽくなってきたぞ。歴史は好きですよ、もともと。でも、作りたいのが売ってないのね。合わせてきた。こうですね。うん。そうなんだ。うん。こう、こうか。うん。はい、できました。石膏粘土これ探すのにすごい時間かかった。シンプルの方が作らしい。しっかりしてる割には曲がるでしょ。させるんですね、うん、教えてくれる人がいないから、うん、何に使っていいのか分からない。水をつけて要はもう全部これをこうやってね、こうやって、うん、コーティングのイメージで伸ばして伸ばして、うん、この辺りからみんな喜ぶよね。それまでは石垣なんか掘ってたらもう死にそうで、城だ。土ですね。土を塗ってんだ。すごい。例えば、緑にしてしたいなってところ。もしかしてもしかして立体感出すやつですか。うん、ああ。おー、ちょっといいっすね。おー、いいっすね。いいっすよ。おー、だいぶ質感が乾くと本物感。なるほど、江戸城を使うわけですね。うん、江戸城の部品が一番部品数が多い。なるほど。でこれでこうね、例えば、おお、いいですね。T シャツと同じこの配置ですね。近しいものにしましょうかね、せっかくだから、うん、これ一番大きいとここだろうな、多分。あと3つ作れば一応様になりますね。様になるでしょ。3つ作っちゃうんですか。クラボーゴミですね。ゴミですかこれ。うん、どうでしょうか。うん、この見て。これですか。うん。4段ぐらいあっちゃったんだよね。この辺ですね。はい。もうノリノリで作ったらサイズ間違えたなと。マジっすか。うん。今日明日ぐらいで出世しようと思う。これ内側だけでいいんですよね。屋根は覗いて。ヘリも塗ったんですか、ちゃんと。あ、もちろん。あ、なるほど。屋根も若干塗っとかないとね、見た目がかっこ悪いんですよ。城ってほら、見上げた方がかっこいいじゃないですか。見上げた時に屋根の裏っかって見えるんですよ。確か。見上げちゃう。門とかもそうです。そうですね。はい。石上さん、元々、どういう俳優になろうと思ったんですか。三船敏郎、さんが好きで、うん、一緒の父親が黒沢が好きだったんですよ。あ、そうなんですか。完全それですね。めっちゃ自然駅で歌うと思ったら、うん、今全然自然駅作んない時代になっちゃいました。それありますね。
対策ですよ。イベントに持ってても全然違和感ないと思うよね。十分飾れると思うんですよ。諏訪原城のジオラマ完成しました。ありがとうございます。ということで先生、出来はいかがですか。いや、このやっぱり小さい中で、はい、諏訪原城の特徴がよく出て、はい、すごく良かったと思うんですよね。特にやっぱり馬出し、はい、あと見れない後ろの部分ですね、はい、ここだわりましたね、うん、結局これがあることによって山城っていうのを表現できる。そうですよね。山の上にこう立ってるわけですよね。今は亡き屋敷もこう再現したということですね。はい、今回ジオラマ教室探させていただいたんですけども、はい、もちろん有料なんですけども、いろんなプランが用意されてて、そうですね、もし興味ある方いらっしゃったら、どちらに問い合わせればいいですか。インターネット詳しい課長やって、はい、検索していただければ、はい、出てますね。はい。よろしくお願いします。結構ね、初心者、お子さんとかね、はい、お子さん、うん、はいはい、小学校1年生ぐらいから、はい、で模型初めて作るよという子なんかもの方が多いですね。あ、親子で参加っていうのもあると。親子で参加の方が多いです。あ、いいですね。自由研究とかね、うん、自由研究で、だから今年も夏は自由研究で結構いらっしゃる。おー、すごいですね。もちろん大人の方もお楽しみということで、全然一人でも参加 OK ですね。全然大丈夫。おー、いいですね。では本日は桑昌甲冑屋木部博先生のもとで、ジオラマ制作をさせていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。